おはよう。昨日寝れた？今朝地震あったよな。うん、マジでビビった。教育史跡ってどの辺でしたっけ？ちょっと待ってね。詳しい地図。おはよう。もうびっくりさせないでよ、ミノルくん。ごめんごめん。朝から元気だな。ミユ、そろそろ起きろよ。おいミユ、飯が冷めるだろ。あいつまた一人で。おい、邪魔だろ。ごめんなさい。チッ、わあ、態度悪。そんなんじゃ女子に嫌われるよ。うっせえな。続いてニュースです。今朝5時ごろ、鹿野市で震度3の地震がありました。これ、ここじゃない？落石事故が起きており、警察や消防では地域に警戒を促しています。ここは一体。群発する地震により土砂災害の危険がありますので、引き続き鹿野市近隣にお住まいの方。おいおい、見学先の安全性とか大丈夫なのかよ。よし、みんな、そろそろ出発の時間だ。引率の OB の言うことをよく聞くように。遊びに来たんじゃないんだぞ。時間厳守で行動すること。てれたくま。ああ、なんでもない。史跡巡りだっけ？あんま面白くなさそうだよな。ミノル、まあそう言うなよ。僕も同感だけど。こら、二人とも、そんなこと言ってはダメよ。遊びに来たんじゃないって言われたでしょ。はーい、葵さん、ごめんなさい。またそうやってふざけて。Thank you.
葵さん、今日ってどういうコースになるんだっけ？まず桜並木だよね。今日はそれとここ、それにここもかしら。ミノル君はキャンプの趣旨ちゃんと分かってます？ああ、この土地に伝わる伝承とか土着信仰とか、なんか独自なものがあって面白いんだってね。まあ、俺にはそこまで面白くはないけどな。いいんですよ、野山で伸び伸び羽を伸ばせればさ。もう、たくまくんだけが頼りよ。ミノルくんの舵を取ってくださいね。いや、僕もミノルの保護者ってわけじゃないし。ああ！お、どうしたんだ？ほら、まただよ。また落石事故のニュース。このところ連日よね。大丈夫かしら。大きな地震の前触れだと怖いわね。いや、それもだけどさ、ちゃんと見てよ。俺今日見学に行くところの近所だよ。あら、本当だわ。今日の予定は大丈夫なのかしら。皆さん落ち着いて。大丈夫です、大丈夫ですから。何か問題がある際には先生からちゃんと指示がありますから、落ち着いてください。安全確保に関しては先生方や保護者の皆さんでちゃんとやってくれているはずだし、大丈夫だから。本日の目的地の史跡へ、さあ、向かいましょう。ああ、まだやってるよ。修二さんも真面目すぎるんだよね。二つも年上の高校生に失礼なこと言わないの？はーい、葵さん。ミノル君は、私が上級生ってことも忘れてはいないかしら。葵さんも俺が下級生ってこと忘れてない？もっとさ、こうこらーってさ、上級生活吹かせて叱ったりしてみようぜ。そんなの私にできるわけがないでしょ。さあ、私たちも行きましょうね。たくまくんも。そうだな、行こうぜたくま。いやー、春って感じだよね。本当ね、自然が豊かな場所だからかしら、なおさら綺麗に見えるわ。キャンプに来てよかったな。この先の史跡も楽しみになってきたよ。本当ね、なんだか私もワクワクしてきたわ。ま、ちょっとは面白いもんが見れそうかな。あんなとこにサキとリョウがいるぜ。先に史跡へ向かっていたのね。
満開の桜を前にして舌打ちって人としてどうかしてるって。まったく、こんなにもうららかな校外学習日和だってのにさ。そんな日和聞いたことねえ。Thank you.
この桜綺麗ね。葵さん知ってる？桜の木の下にはね、死体が。うん、そういう話は今はいいから。それより私たちもそろそろ史跡の方へ向かいましょう。みんなが向かった方はなんか参道じゃない？大変そうだな。